キャラクターってて、どのの色で塗るのかって僕らはもうアニメっていうのをずっと見てる側だからあの正しいものを一瞬で見分けられるんですけどもガンダムの頃ってやっぱりなんだかんだ言ってもあのセルの裏から色を塗ってるとでそれも誰が色を塗ってるのかっていうと。 あのあの当時よく言われたのが「伝説巨人イデオン」のキャンペーンの時にですねそのキャンペーンの宣伝部長だった人に僕はもう本当にとうとうと言われたんだけども「お兄ちゃんたちがねもうね楽しそうに見てるアニメは若者もんと思ってるだろ」って違うんだよそうじゃなくてアニメっていうのは東北のねおばちゃんたちがねあの農業しなくてもいい秋とか冬とかに色塗ってくれるんだよ。だからあの もうほんに10月11月だから11月12月1月ぐらいはアニメのセルの生産が上がるんだけども3月4月になってくると子供が幼稚園に行く新学期が始まるお弁当を作んなきゃいけないそしたらおばちゃんが「もうセル塗ってられない昨日までは100枚塗ったけど今週からは50枚にしてくれ」とていうふうに言われるんだだから春休みのアニメはちゃんとできるんだけどゴールデンウィークのアニメはできないし夏休みのアニメは枚数が少なくなるんだと言われてもううわそんな事情が。 あったのかまあ野辺さんっていうですねそのサンライズの青年プロデューサーなんですけどもそれ言われてですねまあまあまああなんか自分らだけで自分らとあと東京にいるセンスのいいなんだろうなお兄さんとか大人だけでアニメ作られてるんじゃなくてこう日本中の人たちがアニメ作ってるんだなっていうのを思ったんですけども。